アイドルがお笑いをやることについてどう思いますか。おお、なんか初めてやなこれやって、なんか芸能人らしい質問を受けたの。俺は全然いいね。アイドルがお笑いをするのはいいねんけど、お笑いをせなあかん時にせえへんアイドルが俺は大っ嫌い。前から言ってるように罰ゲームとか言って、なんかハゲ面をかぶせられる時にちゃんと気持ち悪くかぶれんやつ、前髪出してかぶる、いやーこんなの恥ずかしい、こんな面かぶってみたいな、こうちゃんとここ入れてやれへんやつ、全身タイツとかでも前髪を出すやつ、あれはアイドルがお笑いをせなあかん時やんか。そこをちゃんとせえへんアイドルは大っ嫌い。変顔得意です言うて、まあまあ可愛い顔するやつね、歪めきれんと、きっしょっていう顔って折れへんよね、なかなか。あれもあるな、なんか必死で芸人がさ、なんかタバスコとかのカレーでうわっからからとか言うてんのに、お全然平気ですみたいな、辛いですか、俺全然平気ですとかさ、あのからし入りのシュークリームとか気づかんふり、絶対わかるのに気づいてないみたいな、な、誰みたいな、私かな、あじゃあ私だみたいな、いやいやわかるでしょ、カスタードと辛いの強かってもカスタードじゃないっていうのはわかるやんか。そこはやっぱり俺一番、だって逆に言ったら、あの俺らが例えば「ミュージックステーション」とかで歌う歌う時にもうふざけて歌うと一緒やからね、その歌のルールにのっとってないとかさ、ほんで芝居役者やってドラマで全然もう適当にやるとかと一緒やからね、お笑いバラエティやったら終わりしなきゃいけない状況やからさ、うん、もんた、いや自分はアイドルが好きなのですが、星田さんたち芸人さんの仕事を奪っていないのかなと思って質問しお前痛いな奪われるか